デマコリス州サンペドロデマコリス出身のプロ野球選手、ウトウリダ。MLB のタンパベイレイズ所属。2014年10月にアマチュアフリーエージェントでタンパベイレイズと契約してプロ入り。2015年に参加のルーキー級ドミニカンサマーリーグレイズでプロデビューし、60試合に出場して打率。301日本塁が20打点。 22盗塁を記録した。2016年は、ルーキー級、ガルフコーストリーグレイズと A-9 ハドソンバレー、レネゲーズでプレーし、2球団合計で51試合に出場して打率。271、1本塁打、8打点、10盗塁を記録した。2017年は、A-9 ハドソンバレーでプレーし、67試合に出場して打率。八十五 三本塁打、二十打点、十六盗塁を記録した。2018年は、A 級ボーリンググリーンホットロッツと A 級シャーロットストーンクラブズでプレイし、二球団合計で122試合に出場して打率。329本塁打、五十三打点、五十五盗塁を記録した。2019年は、A 級シャーロットと AA 級モンゴメリービスケッツでプレイし、 二球団合計で99試合に出場して打率。277、4本類打、40打点、48盗塁を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、ソルトリバーラフターズに所属した。11月20日にはルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2020年は新型コロナウイルスの影響で、 マイナーリーグの試合が開催されず、公式戦の出場はなかった。2021年は、トリプル A 級ダーラムブルズで開幕を迎えた。7月7日に、メジャー初昇格し、同日のクリーブランド・インディアンスとのダブルヘッダー第1試合に、5番、二塁手、で、先発出場して、メジャーデビューを果たした。マイナーでは最高峰の瞬速を誇る。パワーには、 かけるが、出塁能力は高く、一番打者が向いているとされている。ありがとうございます。